森林ドローン研究室の小林です。今日は、G 空間情報センターからダウンロードした森林基本図のうち、長野県の大滝村にありますが、を回答したもの。これが全部で10枚あります。で10枚の TIFF ファイルと10枚のワールドファイルですね、TFW、それと VRT というバーチャルラスター。これがこの位置情報を持っているんですが、まあこれら、で、もともとこれ、1ビット、主力の日の1ビットなんですが、これを QGIS に読み込んで、結合して、結合するときにどうしても8ビットになってしまって、2号路階長のうち0と1にデータがあるといういびつな形になるんですが、これを、主力の反転させると QGIS で元の地図みたいに表示できて、だけども、それをそのままエクスポートするとまたマクロ系になってしまうんですが、とりあえず、シンボルを変更することで QGIS の中では結合したファイルが、元の地図と同じような色合いに見えるように、等高線とか黒色で背景が白色で見えるようにやるところまでを動画にします。で、この TIFF ですね、TIFF ファイル。TIFF ファイル、これ、イルファンビューで開いてみますと、プログラムでイルファンビューで開くとこんな形になって、で、イメージのインフォメーションってやると、ここにありますね。白黒日。1ビッツパーセピクセルね。1ビット。0か1かという、バイト、1バイトで表せる数字。元のデータはこのデータになってて、ちっちゃい、16メガね。で、QGIS に取り込むと、なぜか8ビットになってしまうのでちょっと問題なんですが、とりあえず1ビットであるということを確認しておきます。それで、QGIS 開きます。今、最新版が 3.34.6 というやつで、開きます。で、こっち側ね、ここにあるファイル全部、VRT も含めて全部、このバーチャルレイ、バーチャルラスターだっけ。含む全部ね、3枚は除いて、これを全部つまんで、こっちに引っ、あらら。全部選んで、つまんで引っ張ります。あれ？なぜに引っ張れない。引っ張ります。はい。で、こんな風になんかエラーが出るんだけども、これは無視して、ここにちゃんとモザイクっていうか、ちゃんと並び順に並んだやつが出るんで、これを、この、最大化だっけってやるとちゃんとこういう風になる。これ多分大滝村の森林基本図の外形がこんな形になってると思うんですが、で、ここに表示されます。この時点では01のまんまなんだけども、で、これを、マージしますね。これをくっつけます。ラスタ。ラスタその他の結合。グダールマージですね。ジーダルマージ。で、ここで、フロート32というのがデフォルト。不動小数点の32ビットなんですが、こんなもん全く無駄なんで、バイト。本当はビットを選びたいんだけど、ビットは選べないので、バイト。つまり8ビットになってしまいますが、選びます。で、ここで、入力レイヤーを全部表、すべて選択を選んで、この森林基本図 VRT のこれだけ外すと。で、これで、10面分を結合、モザイク、接合します。実行。で、これで 2% こうなる。ね。これが出力レイヤー、今出力したやつで、バイトなんだけども、最小値が0で最大値が1の、だけども、2号路階長の8ビットの結合画像ができます。で、このままじゃ全く面白くないので、これの、まず白黒反転させます。で、この出力レイヤー右クリックして、プロパティを選んで、プロパティのこの情報じゃないな。ここをね、8ビットになってしまってるのね。それを言うと、シンボロジーを選んで、ここが、グラデーションが黒から白になっているので、これを白から黒に変える。白がノーデータで黒が等高線とか建物とか道路の線なんで、これを白から黒に変える。で、適用を押すと、
元の地図と同じようなこんな感じの白と黒の、見やすい白地図というか見慣れた形になると。で、なんだけども、これをですね、とりあえず名前つけて保存しましょう。で、これをエクスポートで名前をつけて保存で、ジオティフで、ここで今ファイル名を大滝村基本ズラストでしょ。だここを大滝村とするんだな。大滝村、大滝村として保存します。で、不正な投影法になってるんで、ここは EPSG24550 なので、まあこっちを選んでもいいし、第8系のこれ選んでもいいし、こっちを選んでも一緒のことなんだけども、2450を選ぶ、こっち選ぶかな。どっちも同じことだ。こっち選んでも2450なんで。で、これで OK を押すと。そうするとまたここで、プログレスバーが動いてって、で、出力が終わるんだけども、はい。で、ここでまた黒白になってしまうという。こういうことになるので、で、さらにこれをですね、今、あ、大滝村の、漢字間違えたけど、まあいいや。このまま、間違えたままでいこう。で、次にこれをもう一回、クリックして、スタイル。じゃないわ。プロパティでもう一回白黒反転させますよ、ここね。白から黒に反転させて適用で、こう、いい色になる。これを、今度は、スタイルを保存します。スタイル。で、現在の、スタイルを追加か。スタイル追加で、あれ？ニュースタイル？違うな。違うな。スタイル。スタイル名変更か。ここ大滝村に変えよう。大滝村。あれ、スタイルだったかな？どうやったかな？ああ、違うな。これ間違えたな。まだ取り直しだ。そう。QML っていうファイルを作りたいんだよね。これの、スタイルの、追加？違うな。スタイル追加じゃないな。あった、これ、プロパティだ。プロパティで、シンボロジーで、これ今白から黒になってる。これを、こっちのスタイルだった。このスタイルで、このスタイルを保存したい。QML っていうファイルで保存する。シンボロジーでね。で、これを、今の大滝村基本ズラスターの、ここに、大滝村ポツ QML という、大滝村。これね、漢字間違えたまんまこの大きい滝にしとくけどね、王様じゃなくて。で、保存すると。で、OK を押すと。そうすると、こちらに今、さっきのモザイクした、結合した TIFF ファイルと、大滝村 QML という同じ名前の画像と、その、シンボロジー、白から黒というやつと、ペアで保存されます。このペアで保存すると、マクロ系にならないということで、今度はこっちで一回これを終了して、もう一回 QGIS を起動して、今度はこの結合した大滝村のこの TIFF だけを引っ張ると、勝手にこの QML というこのスタイル、白から黒を読み込んでくれるので、この大滝村を引っ張ります。そうするとこのようになると。で、ゼロが白。ね、背景のゼロが白で、何もないとこが白ね。で、黒は文字とか投稿線とか道路とか。という風になって、幸せになれるということで、まあ、この、さっき言ったように、まあ、大滝村漢字間違えたけども、この QML と TIFF のペアで、フォルダの中に入れておけば、TIFF を開いた時に QML の、白
シンボロジーを自動的に読み込んでくれるということで、QGIS の中でとどまる分にはこれで幸せになれるということです。で、ただし、この TIFF ファイルだけをまた、これを WGS84 に変換して、Google Earth で読みたいとか、カシミン 3D で読みたいとかいう時になると、この TIFF はまた、要は、マクロ系の TIFF になってしまうので、ダメなので、もう一個の別の動画で機会があれば、一度、この1ビットのオリジナル画像を8ビットに膨らませてから、QGIS で取り込んでも、結合すると、TIFF ファイルがそれなりに、このような白黒の状態で見れるようになるので、別の動画で作ってみたいと思いますが、とりあえず、元の1ビットのまんまで結合すると、QML を作れば、普通にこんな感じで見れるという動画でした。以上です。11分